はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数3の放物線丸1をお送りします。で、ここからですね、新しい章のスタートです。この章の名前が平面上の曲線といって、まあ、平面について考えていくんですけど、曲線、曲がった線ですねが出てきます。まあ、いろんな曲がった線出てくるんですよ。ほんとね、なんかどうしてそんな曲がり方しちゃうのみたいなのも出てきたりするんですが、まあ、それを一個一個やっていきます。で、まず最初に出てくるのがこの放物線です。で、問題入れたかったんですが、ちょっとここ大事なとこなので、今回ポイントのみです。で、しかも、多分数三初めてかな。この波線があるんですよ。で、これは前に同じ番号がいるので、ここの答えとこの1番、そしてここもですね、波線の部分は全部同じになるので、そう思って、ぜひね、一回動画を止めていただいて、これチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんなかったりとか、ちょっと不安な気持ちがある方は、今からね、自分が説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、前置きね、長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でですね、まあ、ポイントなんでがっつり書いたかっていうと、放物線に関しては、これまあ、中3の2次関数とかで放物線やってるので、結構親しみがあるんですよ。もうみんなにとってもね。ただ、他の、まあ、楕円とか、あの辺はですね、まあ、初見だったりすることが多いので、個人的には結構苦手意識が多い、苦手意識が強い子がね、結構多いとこではなります。なんでちょっとポイントね、がっつり書いたんですけど。で、まずやっていくのが、まあ、図が書いてありますね、あっちに。で、平面上で、定点 F、赤ですね。こいつと、F を通らない定直線、L、青の部分です。で、この二つが大事です。点と直線です。で、こいつらから等距離、同じ距離にある点 P の軌跡を放物線と言います。で、これ後で詳しく説明します。で、まず名前覚えちゃってください。この、まあ、主役の赤のね、点の部分が、こいつ焦点って言います。焦点。あの、理科の光の単元とかでも出てくる言葉ですね。焦点ですね。で、直線 L の方が、順線です。多分イントネーション合ってると思うんですけど、順線？いや、順線だと思うんだよね。違ったらごめんなさい。っていう名前があるので、まずこれ覚えてください。焦点と順線。特にこいつはよく出てきます。この後も。焦点ね。で、さっき言った、その、等距離にある点 P の軌跡っていう話をしたんですけど、まあ、軌跡っていうのは、等距離にある点 P のその点の集まりです。で、つまり今 P あそこ一箇所書いてあるんですけど、こことこの F のこの長さとこの直線とこの長さっていうのは垂直に引いたとこになるので、まあここ垂直に引くね。この長さが今同じだよって言ってる。では P あそこにしましたけど、じゃあ違うとこに P 持ってきましょうか。今日色変えますね。例えばここ、まあ、俺がフリーハンドで書いたんでね、若干ずれるのは許してください。ここと、ここ。これも同じ。だし。じゃあ反対のこの辺にしてみようか。ここと、ここも全部同じになってます。どこを取っても同じなんです。この F。焦点と L、順線ね。こっから等しい距離にある。それの集まり。まあ、軌跡だからね。集まりが放物線。こいつを放物線って言いますよっていう。そういったことを言ってます。この等距離にある点 P の軌跡っていうのはね。で、まずこの言葉覚えてもらうのと、先ちょっと言葉書いちゃいましょうかね。一回一回書きながら、説明止めるのもあれなので、ちょっと待ってくださいね。焦点、あともう一箇所。だんだんね、字が汚くなっていくっていう。あっ、ちょい、蓋落とした。ごめんなさい。で、順線。で、この後に、二つの、方程式の形をね、覚えてほしいんですけど、よいしょ、順線ですね。よいしょ。で、まず一個目です。焦点が F、まあ、P0 にしてあります。で、この、まず4行。ここと2行分けて覚えてほしいんですけど、この4行に関してはこの図が使えます。で、まあ、P0 なんで、X 軸の上に乗ってれば OK。Y 座標0だからね。
で、この P の0にします。座標はね。で、順線が X イコールマイナス P となってます。つまり、こいつの、表してるこいつが X イコールマイナス P です。で、P と P 両方使ってますよね。つまり、ここの距離とここの距離同じになります。ちょっとね、本数4本、ややこしいんで1本にしちゃいますけど、まあ、や、4本にしよっか。4。逆に見にくいわな。こことここ同じです。P0 とマイナス P なんで幅が同じ、原点からね。とするとき、こうなっているときの放物線の方程式がほにゃららと決まっております。で、若干、ちょっと違和感あると思うんですけど、ここ、y の2乗から始まります。y の2乗。y の2乗イコール、4px と、こう決まってる。で、これを放物線のほにゃらら系、これをね、標準形と言います。よいしょ、ごめんね。標準形。つまり、今 P0 って置きましたけど、じゃあもしここが3の0で、こっちが X イコールマイナス3、この数字ね、P 同じになんなきゃいけないんで、3、0とマイナス3、そっから等しい距離にある軌跡を考えたとき、放物線の方程式っていうのは P が3なんで y2 乗イコール 12x っていう、それが方程式になります。その放物線のね、で放物線においてこれをね考えるときに焦点を通る、こうね焦点を通って順線、こいつに垂直な直線、どれかって言ったら今この x 軸だよね。こいつに垂直で、しかも F 通んなきゃいけないから、今 X 軸のことになるんですけど、それを放物線の軸と言いますと。まあ、今軸ってやってきましたからね、普通に。ね、軸と放物線、軸と放物線の交点、ここですよね。を放物線の頂点って言いますよ。まあ、頂点って言ってきたよね、ずっとね。中学の二次関数でもそうですけど。まあ、ここに関しては、一応ね、教科書とかでは多分太字になってます。この頂点とか、これも。多分この放物線もそうだね。ここも太字になってると思うんですけど。まあ言われてみればそうだよねって、今までそう使ってきたよねっていうものなんですけど、もし定期テストとかで穴埋めの言葉で出てくると、こう書かれると厄介なんですよね。結構。順線に垂直な直線を放物線の絵みたいな。なってしまうので、まあただこれ言ってるだけだよっていう、ちょっとね、肩の力抜いて聞いてもらえたら嬉しいですね。まあ、これが一つ目の方程式の形です。で、今度は、下の2行は、焦点と順線がちょっと違うんですよ。今、P0 だったのが 0P に変わります。で、若干入らないかもしれないんですが、ちょっとちっちゃい図で書いていきますね。どこまでいけるかな。ちょ、フリーハンドで書いちゃうんで、こっちごめんなさい。ここが、まあ、ギリぐらいだな。こうやって軸が、ありますよね。で、今度は、ここ通る、今こうなってましたけど、こっちになります。こんな感じ。まあ、今まで使った二次関数です。もう中学でやってきたね。しかも原点通ってるしだ。で、これで考えたときに、F が 0P。じゃ、この辺に置きましょうか。ちょっと 0P 書きませんよ。で、Y イコールマイナス P なんで、この反対側。この距離と同じところを通る真横の線です。y イコール、こっち書いておこうか、マイナス p かな。で、こうなった時に等しい距離にある。これ絶対等しい距離になってないんですけど、ごめんね。例えば、ここ行った時に、こいつとこいつが、ちょっとこっちが離れたね。同じ距離になってるような。この集まり。ね。書き忘れた。焦点と、よいしょ、まあ右みたいな、ほんと中学で使ってきた二次関数、その形、その放物線の方程式も形が決まってます。で、これは y2 乗イコール 4px をもともとこっちをがっつり覚えてくれてれば y と x 変えるだけです。これつまり y のとこ x に変わるんで x2 乗イコール 4py となります。なんでこっちに詰めたかっていうと、これ、もちろん、これね、こっちだけ覚えてもらっても全然構わないんですけど、もう一個、y イコール
4p 分の 1x 二乗も、これね、まあ覚えておくというか、ただ両辺 4p で割っただけなんで、これ。別にいいんですけど、y イコール 4p 分の 1x 二乗も覚えておくと、気持ち的にはいいかな、と思ってます。個人的にはね。なので、中学の時にはずっと y イコールほにゃらら x 二乗ってやってきましたよね。で、例えば、y イコール x、あ、て。今ね、頭の中で 2x 二乗って思ったのに、口で出てきたのが違ったわ。y イコール 2x 二乗って普通に書くじゃないですか。もっとね、こう急な関数になりますけど、これっていうのは、中学の時には普通にこれだけでやってきたんですけど、もしこれで考えた時に、y イコール、まぁ、ちょっとこっちで左で行こうか。y イコール 2x 二乗にするには、ここに2が欲しいんですよね。つまり、ここに2分の1が欲しいんですよ。4p の部分。そうすれば、両辺に2をかけて 2x 二乗に変わるんで。だから、これ解くと、こうするためには、p が8分の1になればいいんです。なぜか、下いけるね。p に8分の1入れてみます。x 二乗イコール、8分の1と4、約分して2分の1 y。両辺に2をかければ y イコール 2x 二乗となりますよね。つまり y イコール 2x 二乗って普通に使ってきましたけど、 pf の部分が8分の1の0っていう焦点と y イコールマイナス8分の1っていう順線、それが本当はあって、こう点とこう直線がねあって、その2つから等しい距離にあるものの奇跡なんです、こいつは本当はね。っていうふうに考えることもできますので、で、この辺を使ったのを次の動画で問題演習をやっていきます。いいかな？なので今回に関しては、まあ言葉と関数ね、方程式の部分だけになってしまうんですが、ぜひね、この辺押さえておいてください。では、今回は高校数学数3の放物線丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回が、問題演習やって、で、その後に今度楕円が出てきますので、まあ、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。